スタートです、えー。のかとの編集でお送りしてます。ニ、えースユンタック。まあ日曜日の午後です。少しうったりとしてます、えー。普段はお仕事の前で、えー、時間の高いですけど、えー、なかなか、えー、まあ土曜日日曜日で、えー、連休となりましたけど、えー、体調管理は大変ですね。はい。まあそういう難病じゃありませんけどこの。 えー、近藤さんはまあ結構あ治らない病気ですかねちょっとそういう病気を抱えてのこの配信で時折お休みいたしますけど私もまあ,、まああのえー、別に大きな病気は持ってないんですけど、えー、日頃の体調管理は難しいですね、えー、昨日も、えーまあ、ベランダで、えー、生のね 配信してますけど、えー、もう配信もわっているのに、えー、少し休んで、えー、片付けようと思ったらもう朝方になりましたしね2日連続ですね、えー、ちょっとそういう感じで、えー、体調がちょっとあれですねリズムを壊しやすいですねはい、えー、そういう感じで、えー、もう、えー、この番組趣旨がそういう堅ぐ、えー、しちょっとお茶を飲みながらの 1>, えー、1分間、えー、ニュースユータクということで、えーまあ、そういうことで一、まあえー、人しゃべりですね、えーまあ、ある方から意味不明とか言われますけど、まあ、なかなかそうですね。 シンボイ研究サンデルさん、近藤さんが本当にアップされたのを見ての排除となります。ほとんど理解できるかどうか分かりませんけど、地名が難しいですね。えー、ブチャブブチチャャそうですね。ブチャとか、このパンスクとか、まあ、ハルキュー、まあ、この、えー、スバトバ、これみんな、このセ,セリブリス家の森ですかね、ビルホリフカとか、バクムット。 この,えー、このアオディリーかそのおちゃネテとかそういう今のこの先生ですねお、えー、チャネテそしてお、えー、チャネテかなチャ,シチ,ャシチャシアルですねチャシアルそしてその下のこのマリンかベ,ベダオール、えー、ベ,ノベノルブレルシか、えー、読めないですねほとんどこの発音がなかなかこのまあ発音がまあこの モオリーヒウとかクリンキとか見えますけど、えー、なかなかこの、えっ、ーえーえーえー、と、この見ないで原稿、原稿もないですけど、原稿はこの、えー、一枚ですけど、この、えー、サムレですね、これ他のジョネさんのチャンネルのあれですけど、えー、サムレですね、この特に、シンボエ研究サムレさんさ、このサム,サムレのにして、本当に、 物語の編編集で、まあてめぇ、ずか、実際、えぇ、一人で、厳しいですね、えぇ、サムネと編集をして、えぇ、ほんとに、えぇ、まあほとんど、まあえぇ、まあえぇ、進出、まあそういう、ゆんユンタクですね、えぇ、そういうことでしています。えぇ、まぁ、気が長くなりましたけど、えぇ、なかなか日曜日の午後、 朝から少し、えー、体がちょっとほてったってそうですね、えー、なんかそういう、うん、風邪ではないですけど、えー、なんかそういう体がちょっと万全ではありませんけど、そういう感じでお、えー、送りしています。はい、そろそろこの、えー、本題に入りたいと思います。はい。ではいきます。はいえー はい、え、こんにちは、こんばんは。え、ノカトの編集でお送りしています、え、ニュースユンタク。え、今日も、この、え、近藤幸設さん、え、シン研究チャンネルさん、ウクライナ選挙、え、2024年の、この5月の18日ですね、え、これは、今日は5月の19日、え、この土曜日の夜に配信された動画ですね、え、この、実際、この、この17日ですね、金曜日の、この、この、ウクライナの戦役ですね、 はい、この、えー、サムレ、えーこのロ、ロシアの国、えー、領内への戦略爆撃続く地上戦ではロ軍前進でき続くことでこの、えー、ウクライナ、まあ、ハルキウ、ね、が攻め入っていたところいろいろと共同、えー、防衛隊も頑張ってまた応援も入れそれぞれ機械化部隊も入っていますね、えー。またこの ロシアはまた、陽動でまたチェルニシーですかね、ハルキュリまたこの旧の方にの方のにも攻めるという、また陽動作戦、ま攻めるかも分かりませんね、こウクライナはしっかりここのの固めてますね、警戒してますね、またこのフランスがまた、フランスロイの夏ですね、この オリンピックの時に、えー、前回東京オリンピックでしたけどの時にまだ休戦ということがまたフランスのこれは大統領が提案したんですかね、えー、マ,クマクロンかなマクロンんどうするかな、えーまあ、ゼレンスキー大統領は拒否まあそうですねこの絶対このルシアに有利ですね今このロシアは本当に、えー、この F16 それぞれ本当にちょうど夏ごろ秋にこのロシアを叩き叩き出すこの時期ですね今本当に限界を超えてるじゃないかということで無理してこの習近平中国にいい顔をしたいので無理やりこの ご利用して本当に、えー、最高一時千七百名ですね本当にまあハルキューの方でも百名以上ぐらいでしで出てますので特にまたあ最近はこのお茶ねてですねお茶ねての方のこの、えーえー、この、えー、一時この何だかな高台沿いに、えー、攻め入れましたけど。 ウクライナ軍はしっかり、えー、頑張ってぼ防御をしてますね。そこの辺で弾,も弾薬も届いてますので、本当に、えー、このロシアの進撃が止まってますね。もう戦線が長いですね。えー、本当に、えー、この2024年は一気にこの,、えー、この今回の全面戦争20、えー2年ですね2、2022年の 2, 2月の24日に一気にこの戦、えー この全面方法ですね北西東南からこの旧ウ,ウまたハルキュウまだこのドンバスそして えー、ヘルソンですね、えー、このアゾフ製鉄所も頑張りましたですね、えー、セブラドネスクも頑張りました、えー、ブ,ブチャで、ブチャの大逆こ,この2、3日で、旧を落とすと言ってましたけど、えー、このアンの近くにあるこの人、えーアン、民間の国際航空ですよね。えーえー、と名前はもう、 えー、どう忘れしてますね。そういう、えー、世界一大きいこの、えー、輸送機もありましたけど、これも破壊されましたですね。そういうことで、Q は持ちこたえましたですね。えー、アメリカはこの前月大統領に、えー、亡命して、亡命政府自立とをうう促しましたけど、えー、この前月大統領はあう 旧を離れず側近とともにこの自撮りで私たちここにいる動かないということで頑張りましたですねそれでこの3月失敗してますねこの、えー、ソ連、まあ、ロシアですね、えー、で4月からこの東部に前線に移っということでこの続いてますねその後この、えー、ウクライナはイジュームですねイジュームこの えー、クッパンスカジミジジムこムリマンを奪還しましたです、ね、そしてこのヘルソンの西側をですね奪還しましたですね本当に、えー、奪還していますその後この激しい、えー、この、うん、まあ、えー、さ先ほどまで10対1と言いましたがその時でも10対1とこの砲弾の数ですね そしてリハンスク州の首都のセブネデネスクですね、激しいウクライナも外人部隊に入れて頑張りましたけど、三方から攻撃があって撤退してますね、その後リサンシクも撤退してますねこ、この流れからして、バクムットもそうですね、えーまあえー、ワグナーのプリゴジンは粛清されましたけど、反乱を起こしましたけど、えー、この。 このバックモットですね。下がったところ、今、チャシウルですね。チャシウルで頑張ってますね。その後、チャシウル。そして、南のこのアーディディカですね。2014年のこのクルメヘイゴイラが頑張っていた頃がこのが、特にロシアの核爆弾等で、まち答えなくてですね。それはもうこの ジョンソン議長が共和党のジョンソン議長がこの、えー、砲弾を支援を絞ったおかげで6か月絞ったおかげでアウディデデーカーもこの撤退せざるを得なかったですね3か月もたらなかったですね、えー、このジョンソン議長のせいですねこれはもう完全に、えー、この砲弾等がなくてこの、えー、ロシアの航空優勢ですね、えー、この撤退時には多くの、えー、ロシアのこの戦闘機を撃墜していますけど今回も このそして、えー、今回またアウディリカ・サガタ、お茶ネてですね、少しウ、えー、クライナ君がちょっとうまくいかずに押し入れられましたけど、高い屋根,屋根沿いかな、屋根沿いといか、高地沿いに押し込まれましたけど、今頑張ってしっかりと防御してますね、そういうお茶ネての方面も、そして下の方もですね、えー、マリンカ・アタリスこの、また名前がですね。えー えー、このベベダーオールとかその下の先生も長いですけどしっかり頑張ってますね、えー、この、えー、まあお茶寝てで、えー、少し、えー、先生砲弾が届く前に、えー、このいろいろとおまあ、えーえー、情報が流れましたけど危ういという情報が流れましたけど。 しっかり立て直して、えー、防ぎきって、えーこのえー、今回またあ、まあ、オリンピックどころじゃなくて、えー、攻撃で反転攻勢ですね、今、このクリミア半島を孤立化して、こうして、えー、国会艦隊無力化、そしてこの、えー、防空システム、そして航空基地、そして、えー、ロシアのこの製油場ですね、そこ,にこの製油場、ガソリン、そういう製油場を叩いて、この製、えー、成場ですね、製油場、ドローンで。 このもうロシア領内は国内はこのボックスシステムがもうほとんど機能してないですね。本当にこのウクライナによってこの,この軍事経済、このロシアの経済、軍事ですね、ブローディして、本当にプーチンにこの戦争を諦めてプーチンが絶対、えー、近藤さんも言ってますね、もう、えー、見解でこのような形で、この、えー、まあ、 中心に、えー、同じ攻撃を返して損害を受け,け出してるばかりで勝てるはずがないということで、えー、この夏 F16 が来て国優勢ですね対等になってこの、えー、またウクライナーがもうしっかり、えー、このお人員格好してこのおまあいろいろとこの、えー 後方部隊を NATO、まあ、エストロニアとかそしてまた、えー、このウクライナもこの、えー、頑張る時に、まあ、ロシアも囚人部隊してましたけどウクライナもこの囚人で本当に数が足りないですねそういう、えー、攻撃する時には本当にそういう、えー、頑張って囚人たちも頑張ってウクライナに栄光あれですねそういうことで、えー、引き続きこの、えー、今度キセ雪さんの うん、チャンネルまだその他ですね、えーえーえー、ジョネスカザチャンネル、またトッサン TV さん、ネット大衆ブリュッカーさん、いろいろ X ですね、そういうニュース等で、えー、ウォッチングしていきたいと思います。えー、まずはまだ本当に、えー、オリンピックの時には一気にこの。えー 安定構成ですね、えー、このウクライナを特にクリミア奪還そしてトンパスの、ねえー、この、えー、ソ連崩壊時の,のウクライナのこの,お、えー、この領土の全面回復ですね、えー、そしてウクライナに平和ウクライナに栄光あれですねマスタートです、えー、なかなか10秒の午後本当にうまくしませんけど、えー、近藤さんも 体調、自分気をつけてください。なかなか体調ですね、なかなかこか普段の仕事、今日はこマスアート、土日週末、2連休となりましたけど、また月曜日からお仕事が始まりますけど、また引き続き、この辛抱研究さんをウォッチングしていきたいと思います。マスアートです。マスアートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。 えー、長くなりましたね。ちょっと油断が長くなりましたけど、えー、また政治を学びたいというお友達を募集していますので、よろしくお願いします。次回のニュ、えース4択でお会いいたしましょう。マサターと、ま、した仕上げネパシャンブズジュ、シャロム、シャロム、シャロム。